一人のものになったからだ。だが子供が水浴びしてる時、カニが猿股を引いていったので、子は誰よりも貧乏な無一物となり果てた。そして子は毎晩夢に見た失った猿股の行方を。誰かがそれを吐いて世間のどこかを行く様を。壊した猿股なしでは泥棒や乞食にもなれないと。猿股なしでは人前で自分の死に様もさらせないと。こよ貧乏なんか恐れるな、岸伝いに行く女の子を。自ら首だけ出して首だけ出して見送る子よ。構わず丸裸で追いかけろ、丸裸で追いかけろ。それが君の、それが君の革命。